ごいね。みーちゃん大丈夫？虫が。虫の声が鳴ってるね。怖い。大丈夫だよ。なんだろう。すごいとこ来ましたよ。来ましたよ。キャンプ場です。キャンプ場です。とキャンプはもういいかな。こんな感じ。すごくない？すごいよね。ちょっと中入ってみる。これなんかテントみたいな。そうテント。寝るとこ。虫が入んないように。そうだね。入ってみようか。うん、寝るとこでーす。素早く入んないと蚊が入っちゃうから。み、うん、ーちゃんも入って。はい、ママ入っちゃうよ。あ、確かに涼しい。ちゃんとクーラーちょっと入ってる。なんかあの匂いがするプールのなんていうの？わかる？わかる？なんていうんだろう、あの浮き輪の匂いがする。塩素。これクーラー。あ、これクーラー。そう、これクーラー。涼しい。涼しい。あ、ドライヤーとかもあるじゃん。あ、リモコン。よかったね。電源もある。すごい、なんか面白いね。ちょっとなんか急に暗くなっちゃった。あ、大丈夫。大丈夫だ。こんな感じ。結構広いよね。だってベッド。広い。めちゃめちゃ広い。ジャンプ。三人しかベッドで寝れないそうです。パパ。パパゆか。リパパリミ。プールもあるね。プールはあれなの？明日も入れんの？明日ここ何時に出ればいいの？11時。夜中も入る。夜中はちょっとね、入る。ナイトプール？真っ暗になっちゃうんじゃない？今からね、食品、食材と輪投げ。輪投げ。今日買ってきます。はい。どうしよう、輪投げって言っちゃうの？なんで夏だろうな。なんで夏だと輪投げなの？浮き輪の方が夏っぽくない？え、輪投げです。これしかもう残ってないけど。これよくない？これ。これよく見ない？うん。この中にさ、ラメが入ってる。ああ、あるかも。くるっとフラキャー、うん、見て、クールエアマットだって。ね、すごいね。すごい。敷くだけでひんやり。見てください。ゆるキャンのガチャがありました。もうこれをやるキャン。はい、じゃあ一回やりましょう。じゃあやってみましょう。いいかな。私意外とね、あやちゃんも好きなんだよ。なでしこのさ、幼馴染。よし。何かな。何かな。すごい色だね。まだ中身わかんないやつだ、これ。開けてみます？はい、これが、もう今。ん？ん？なんか食う？なんかあれ？プルプルしてる。硬い？リミちゃん。リミの方。お、すごいリミ。え、なになに？誰？え、ショー当たっちゃったんだけど。リンちゃん。マジ？これ？すごいじゃん。うまい。私すごい。こっちもあったのね。ラインナップ。A、B、C なの。なるほど。別に C が出てもいいかなと思ってたけど。じゃあ一番いいのリンちゃんが当たった。やったじゃん。一番いいやつ？うん。てか一番欲しかったやつ？うん。リンちゃん欲しかった。すごいじゃん。やったね。嬉しい。じゃあ組み立てみましょう。まあ、今ちょっとね、これはね、そう、これだとちょっと分かりづらいのでね、組み立てましょう。はい、これ、当たりました。りんちゃんです。出てきた。ちょっとね、この脇のね、やつはまだやってないけど、こんな感じです。かわいい。かわいい。
よかったね。この子ね、名前ね、シマリンって言うんだけどね。シマリンって呼ばれる。めっちゃ可愛い。入る、プール。テントのね、テント。そう。今日ここに泊まって、ここプール。じゃあ入りますか。はい。一応シャワーもある。そうそうそう。すごいね。はい。じゃあ入りましょう。すごい、これだ。これはね、あ、すごいね、でも。よかったね、今日暑くてプール日和じゃん。だってそれダメ？あまり？大丈夫？それすごいよ、このまなぎじゃなくてもキワ。ひーちゃんちょっと貸してあげなりに。たまに。あ、でも いけそう。あ、リミすごい。いけるいける。あ、一応いけたね。よかったよかった。受けた受けた。でも大丈夫そうだね。しーちゃん絶対こっち使えないもんだって。ビート板があるんですよ。うん、まあでも。これするリミ。いい？いいよ。めっちゃ見てない？あ、ごめん、君大丈夫？大丈夫。これ潜りたくなるわ。あ、これめちゃめちゃ潜りたくなんない？なる？なる。どうですか？今年初プール？はい。はい。はいって言われちゃったけど、初だよね、なんだかんだ。上手。ね。めっちゃ暑いじゃん、お前。今年全然行けなかったもんね、なんだかんだ言って。プールと海とかね。ね、プールさ、ね、友達と行こうって言ってたけど結局行けなかったね。ね。ね、まあしょうがない、こういうね、時だから。まだ見てる。
パッとおいで。意味取られてるよ。まったりタイム。ママ画面映さないでね。どういうこと？画面映さないでね。あ、携帯？これ？でも大丈夫、今漫画のやつ一個も出てないから。